here pretty fast, so やば no problem. Tell me occasionally what you can see. すごい、めっちゃ上がってる。12.08。1.81 マイクロシーベルト。今ガイドさんに従って、おお上がった、めっちゃ上がった急に。3マイクロシーベルト、3.5、すごい。5.3 マイクロシーベルト、5.5、5倍、10倍に上がってきます。6.14、6.8、7.6、どんどん上がっていきます。8。13.6、今日一だね。16.49、17.19、17.54、嘘だ。18.23、怖っ。14点で、土から離すとまたね、少しずつ下がっていきます。4.73、あっちに行きますね。あっちに行きます。離れた方がいいと思う。ちょっと戻ってみます。道路の方に戻ってみます。はい、今道路の方に戻ってきました。そうすると下がり始めます。 0.76、 1.02、 一気に5分の1、10分の1っていう風に値が下がっていきます。本当にこれ非常に興味深い。本当に3歩とか5歩歩いただけで10倍とかに放射線濃度が変化していきます。って感じ。今ね、皆さんがね歩いてきた方向、あっちの奥が非常に放射線濃度高い状況で、この道路の上は非常にもう安定している状況。1970年に作られた町、このチェルノブイリ原子力発電所の働く人のために1970年に人工的に作られた町です。今から行きます。今ちょうどね、バス降りて町に入ってきましたね。もうまさに左側とかね、廃墟になってるビルがあるんだけど、このまま歩いていきます。すごっ、お化け屋敷やろ。これは昔プールとして使われた建物らしいです。おお、階段で上がるんだね。20年前まで使われた。事故後10年間は使われたってこと？マジで？ここはバスケットボールコートですね。わお、いいプールだな。すごいね、プールというか飛び込み用のプールだね。ものすごく高いね、深いね。まあ、これがね、20年前までは使われていたそうです。要は原発事故が起きて10年間はまだ使われていたそうです。恐ろしいね。で、今ね来ている町がプリピャチっていう町なんだけど、虫が多いんだよな、ね、ここ。プリピャチっていう町なんだけど、原発の中心から4キロしか離れてない町で、当時はここのプリピャチっていう町に約5万人の人が住んでいたそうです。当時の写真もさっき見せてもらったんですけど、なんか大きな町っていう感じでしたね、綺麗な。で、当時ここに住んでた人の平均年齢はなんと25歳から26歳っていう非常に若い年齢層の人が住んでました。まあ、ここに住むイコール原発での作業員、働いた人っていうことなんだけど、給料もねものすごく良くて、当時ソ連の平均年収の4倍の給料をもらってたそうです。なので非常に裕福な町っていうことで、いろんなね公共施設だったり設備が整ってるような町です。まあ、今は全部廃墟となってしまっていますが、そういう町ですね。ちょっと今雨が降ってきちゃいましたね。今左に見えてるのはスタジアムの観客席です。あ、ってことはここがスタジアムだったんだね。スタジアムですね。ここが今多分こうトラックとかがあったんじゃない。すごいね、そう思うと30年でこんだけの木々が生えて、
森みたいになってるけど、30年前は整備されたスタジアムでしたね。でも30年でこんだけの森になるって本当になんか自然の生命力がすごすぎるよ。ね、マジですごい。そうだよね、30年後にはほぼ人間がいた影がなくなっちゃうってことだよね。すごいよ、ほんと。はい、ここ遊園地なんだよね、実は。観覧車が後ろに見えてたり、あの遊具がね、いろいろ置いてある遊園地なんだけど、1986年の5月1日にオープン予定だった遊園地です。で、実際にね、チェルノブイリの原発事故が起きたのが1986年4月の26日というわけで、この遊園地は全部準備が完了してオープンを待ち焦がれていたのに、4日前の事件によって一人もね、観光客が来ることなく閉園となってしまった遊園地になります。ゴーカートみたいなのもあるね。すごいね、多分誰にも使われなかった悲しい歴史を持つ遊園地だね。これがね、まさに遊園地、ここの30年前の写真ですね。すごいよね、これが今こうなってんだよ。たった30年で森と化してます。はい。でね、ここに住んでた住人の人っていうのは、チェルノブイリの事故が起きた2日後にね、避難を命令されました。で、その時は3日間だけ避難をしますって言われて、ここに住んでた人は避難したんだけど、まあ、それ以降ね、帰ることはできなかったっていう状況です。 The accident in the winter already looks like it. So this is the process of decontamination of the city. ここは以前スーパーマーケットだった場所です。これですね、30年前の様子です。こっちが今のショッピングモールの様子です。ここはね、ちなみに街の中心の広場です。なので、さっき見せたスーパーマーケットがあったり、あの市役所みたいなものがあったり、あとはシアターで映画館みたいなのもあったりっていう風に、何度も言うけど、たった30年だよ。たった30年でここまで変わってしまいます。福島が今何年だ、2011年に地震があったんで8年か、まだ8年。なので、福島原発周辺のね、約20年後の姿が今日のこの動画からね、もしかしたら分かるかもしれない。ガイガー今 0.3830 標準値以内ですね。まあ、原発の中心から4キロ以内っていうところなんだけど、なので基本的にね、多くの場所は標準値以内です。ただ、まあ、今日見せたみたいにね、ところどころスポットスポットでね、10を超えてきたり20を超えてきたりっていうところもあります。なので、知らないで歩くと非常に危険、ただガイドさんがいれば安全に見れるっていうような状況ですね。はい、ということでね、今この後ろに見えてるのがチェルノブイリの町にあるモニュメントです。最初にファイアファイターとか、最初にいろいろやってくれた人がすぐに死んで、のモニュメントです。で、その人たちの活躍を称えるためのモニュメントになります。で、実はこのチェルノブイリの町はね、原発の中心から20キロぐらい離れてて、まあ、30キロ圏内には入ってるんだけども、人が生活をしています。まあ、主には高齢者って言ってましたが、まあ、でも、あのこのゾーンの中に100何人しか住んでないから、別にめちゃくちゃでかいコミュニティコだとかわけではなくて、今日はね、もう終わりです。バスに乗ってまたキエフの街に帰っていきます。ここから2時間ぐらいかな。いろいろ勉強になりました。ものすごく勉強になりましたね。すごいところです。
実際来てみてね、この中を歩いてみて感じるものがねすごいあります。映像じゃ伝わりきらないことがすごいあります。なのでもしね興味がある方はね、キエフに来た際に寄ってみるのもありかと思います。明日はキエフの街をちょっとプラプラします。というわけで続きね、ウクライナの動画配信続いていくので、ぜひぜひ次の動画も見てください。お願いします。はい、というわけでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。街中にすごい綺麗な歴史的な建物がめちゃくちゃ多いです。 It's St. Andrew's Church. You might have seen itProperly, or you will see it. そしてウクライナに歩いてる女性、めちゃめちゃ綺麗な人多いです。僕のタイプです。